んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、仕事を手伝ってもらえない怒りを癒すです。あなたは職場でこう思ってるかもしれません。私はたくさん仕事を抱えているのに、みんな手伝ってくれない。それなのに私は会社の掃除までしている。なんだか仕事を押し付けられてる気分。あるいはもしあなたが家庭の人ならば、夫にこれこれをやってほしいのにちっともやろうとしてくれない。たまに頼んだ時やってくれるけど、でも続けてはやってくれない。もっと積極的にやってほしいのに。そんな風に思っていませんか？つまりあなたから見ると、その人は自分の仕事なのにちゃんとやろうとしない人ですよね。でも仕事を考える時に2つの量を考えましょう。事務処理のような仕事は実際に体を動かして頭を動かしていろいろと仕事をしますね。これはいわゆる労働ですよね。もう一つは責任を取るという仕事です。責任の重い仕事はなかなか人からは動いているように見えないかもしれませんが、でもその人たちはとても重要な仕事をしています。ですから責任の量と労働の量を両方考えないといけないんですが、あなたにはもしかすると片方しか見えていないかもしれませんね。また人は鏡と言いますよね。あなたから見てその人たちが本当はやるべき仕事をやろうとしない人、自分の仕事だと思っていない人であれば、もしかするとこれはあなたのことかもしれませんよ。仕事を押し付けられている、手伝ってくれないといつも怒っていたら、ストレスが溜まってあなたの体に影響しますから、これは直していきましょう。いつものように自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきてこう言います。目を閉じて聞きましょう。あなたは誰も自分の仕事を手伝ってくれないって腹を立てているんだよね。自分一人がキリキリ舞いして頑張っているのに、頼んでもちゃんとやってくれないし、むしろ仕事を増やしたりするよね。悔しいね。疲れてしまうよね。大人の自分はあなたの悔しい気持ち、とてもよくわかるよ。みんなが勝手なことをしていて、自分一人で仕事をしているように感じるとき、本当に惨めだね。辛いよね。自分ばかり面倒な仕事をやらされているという気がするね。でもね、よく考えてみよう。あなたがいつも人にやってもらいたいと思っている仕事は、もしかすると本当にあなたの仕事なのかもしれないよ。適材適所であなたがするのが一番効率がいいのかもしれないよ。だからまず自分の仕事だと思って受け入れてごらん。嫌だ嫌だと思っている仕事を本当に受け入れてやっていれば、スムーズにできるようになって、ストレスにならないどころか楽しくできるようになるよ。そうすると周りの人もあなたのように自分の仕事をしっかりと受け入れてやるようになるんだよ。だって人は鏡だからね。そしてその中に今あなたがやっている仕事が含まれるならば、その人たちはその仕事をやるようになるよ。だからあなたには何も損はないんだよ。まずは今やっている仕事を受け入れなさい。自分の仕事だと思ってやりなさい。大人の自分はそういうあなたが大好きなんだよ。大丈夫。あなたはきっとそこから何かを得ることができるよ。あなたをとても信頼しているよ。